要は桑田橋料理行くって。まあそりゃそうやなって思って、お俺もそっち行きたいよと思ったよ。なんでこう逆にしてくれんかったね。こっから言いなくなるどうでもいいか、桑田のやつは一応ちょっと聞きたいなと思ってですね、で桑田橋今1時間公演して、はい、公演料いくらだと思います？150万円でした。 JC の事務局に聞いてですね、でその時あそう、で私いくらだったと思います？20万円なんです。いやそれでも私にとってはね、もう楽勝楽勝、わあもうありがたい。で河原さんも20万で、でね、なんちゅうかしょうがないけど、そりゃ萱野克実じゃ3000人来ませんよ。だ誰も知らないもん、一般的には全くね。一風堂の河原さんだってどう、まあ、うん、九州はですけどね、福岡以外九州実はお店出してなくてですね、で会場が八代熊本だったから、多分まあ一般の人は知らないですからね。そんなに若い連中とか経営者ではもうカリスマに近い人なんですけど、うん、まあだから3000人呼ぶためにはやっぱもうテレビ新聞とかね、もう大ベストセラー出してる人出ないとしょうがないと。でただね、やっぱりこう200人いたら、ね、やった俺だと、半分がこうね行く、この野郎だ。ああ思いましたよ、あんたも思ったしね、やっぱねもう愕然としましたね。あのやっぱ真っ青ですよ、やっぱか。もうさ、しょうがないけどこれはちょっと大なんか辛い、講師としてやっぱ辛いですよね。ああまあでもそのまま上がってですね、まあ私も何でもいいんで、頭にきたくそったらやめよバーカーみたいなですね。なんか桑田は俺だって聞きたいさと、聞きたいけど今日はね経営者だろうか、バカ2代目とは言っても経営者なんかみんなね、桑田の話聞いて何の役に立つんかと。まああいつはね人生系で面白いね、体もちっちゃい、努力してやった、そういう意味では経営にもさ役立つけど、ね、経営戦略なんて何も知らんからね、絶対俺の話聞いたけど役立つって言ってですね、もうガンバカの草のバーって言ってですね、でまあえらい受けたんです、えらい受けて、でまあ、で事務局の人間で桑田行ったりこっち行ったり私行ったりこう行き来してた人間がいて言ってくれましたね、 1000% 萱野さんの話の方が役立ちましたって。それ当たり前だよね。桑田はなんとですね45分で話すことなくなってサイン会になったらしい、その後。ほら話下手そうでしょ、インタビューは聞かれたら、うん、僕はみたいなね、ブツブツっていうこうで話の内容もすごく私いいと思うんですよ、桑田はね非常にこのなんていうか、うん、私も好きですよああいうタイプ。で清原も私好きだしね、不器用でね失敗ばっかりやって、まあでも清原はね今本があれ20万まで売れてるんですね。それはやっぱいろいろ挫折失敗してでも何だか我慢しながらこうやってきたじゃないですか、あの姿が非常にね、あれ一般の人も経営者も似たようなものじゃないですかね、大体ね。そういう意味ではまあ非常に今共感得てるという感じなんですけど、まあそんな感じでしてね、ですから私も大前健一さんとは言わないですけどね、で大前健一さん1回の公演、海外からもあの人はよく呼ばれるんですよ、で私はアジアなんですね、金がない、で大前健一さんは欧米なんですよ、金がたんまりある、あとアジアでもシンガポールなんですよ、ね、金がたんまりある。はい、海外から大前健一さん1回呼ばれていくらだと思います？300万円、500万円。何やそらみたいなね。で大江さんの最新刊が今白い表紙のやつが、ね、今出てますからね、まあ、これ、まあ、パラパラ立ち見してもねなかなか面白いこと書いてます。例えば最近のビジネス書堕落してると、どうしようもないと、余白が多くて、誰でも簡単すぐ成功できるとかですね、まあもういやバカな読者層を相手にした、いわゆるその売れればいいばっかりだみたいなね、いやもう大学ももう先生ももう民間企業も親ももう全てがもう堕落してしまってるみたいなね、なかなかね歯切れが良くてね、もういいなと思いますけどね、でなんてね自分でねこんなふうに世界から
ダボス会議とかなんか知らんけど、そういったとこからも、ね、呼ばれる日本人のビジネス系の講演家は残念ながら僕だけだ。後を継ぐ人間、続くやつがいないって感じですね。俺忘れとろうみたいな感じで俺はそのアメリカとかね、ヨーロッパから呼ばれるけど、俺アジアの貧乏国から人気たいってね。いや、もしかしたらインドネシアもね、行ってびっくりしましたよ。皆さんあんまりないでしょ。バリ島ぐらいでしょ、インドネシアって言ったらね。インドネシア行くっていう人はもう 99% バリ島なんですよ。で、私は全部人の逆なんで、誰が行くかと。ですから首都のジャカルタとバンドンというですねところに行って、もう事前にネットでいろいろ調べて、現地でそういう、まあ日本人ですよね、外人だと思うな、話できないから、たら「ああ会います」っていうね、セッティング していただいて、それで5人ぐらいで、ね、会ったんですけどね、びっくりしました。もうね、インドネシアもね、来てますね、こう来てます。まあ上海ほどじゃないですけどね、あ、都心は上海に近いぐらい、はあ、まあ東京みたいな感じになってるんですよ、クワッとこう。おで、ちょっとまあ10分も、都心からね、どこでもいいから歩いていくと、もういきなりスラム街というかね、うん、まだまだ、まあ上海だってね、まだそうですよ。この前も上海行って30分歩いたら、まあやっぱりいかにもハングリー中国、ね、なんか戦後焼け跡アパートみたいなね、まあそれが大体普通ですわ。ですからね、おインドネシアも来てるな。で、現地の経営者社長なんか聞いたら、うん、もう伸びてますと、うん。あとね、ベトナムのホーチミン、これも去年 HIS のチケットで3キュッパか4キュッパかなんで行って、で現地行って1000円ぐらいの宿をね、飛び込みで探してと、まあいつものそのパターンなんですけどね。ベトナムももう来てますね、こう。まあ発展で言ったら、まあ例えば、ね、中国の、まあ、上海で、タイ、バンコクで、インドネシアで、ベトナムで、カンボジアのプノンペンも行きましたけど、が、やっぱもうちょっとこんな感じ、ところが例えばベトナムですね、もう行くとですね、道路あるでしょ、その辺の道路バイクだらけでね、見えないぐらいなんですよ、向こうがもうバイクの洪水状態でしたよね。それってね、10年20年前の中国なんですよ、で中国はまあバイクも卒業して、もう車日本並みですよね、上海あたりは。わあ、だからベトナムがちょうど10年20年前の今、まあ、上海みたいな感じだな。でカンボジアに行くとですね、プノンペンに行くと、もうバイクも車も新車はまず見かけない。で中古のバイクと、リアカーと、まあ、徒歩と自転車みたいな感じですよね、これは30年前の上海みたいな感じなんですよ。ですから私も前行ったヤマハ発動機のですね、第1号バイクショップがカンボジアにオープンちょうどしたんですよ。私たちが世界一周で回って行った時にですね、ああなるほどと、ああカンボジアももういや経済の火がついたなみたいな感じですね。ですから海外行ってですね、例えばアフリカみたいにこう裸足で歩いてる人ばっかりというのから、次は、リアカーとか自転車なんですね。でバイクなんですよ。そして車っていう、まあ、交通機関を見ると。